はい、平楽の本です。サッカータイ代表監督を務める日本人西野監督ですね。昨年2019年は2022年のカタールワールドカップアジア2次予選やフィリピンがホスト国となった C ゲームズでのニュースなどからタイでの反響や西野監督の談などをお伝えしてまいりました。さて、年が明けまして2020年いよいよ始まります公式試合。1月8日はですね、 AFC Under-23 のですね選手権、バーレーンとの試合に臨みます。それに先駆けて代表メンバーは1月5日にタイリーグ T2 のですね、チームとのですね練習試合にも出場して、西野監督のチームはですね2対0で勝利しました。まずはですね、練習試合の翌日、アジア選手権バーレーンとの試合に臨みます西野監督のインタビューからお伝えしたいと思います。昨日急遽練習試合を追加して、全選手のゲームコンディション個人的には十分把握できましたし、あとはしっかりグループでプレーできるように持っていきたいと思います。4年前 Under-19 でタイがバーレーンと戦った時の試合については、コーチ陣から何か情報を聞いていますかという質問に対しましては、聞いていませんし、聞いたとしても現状とは全く変わっていると思います。直近のドバイカップでの試合を見させてもらっているので、状態はかなり分かっていますということですね。それから、これまでの練習試合を経て選手の状態やメンバー入れ替えなどはという質問に対しては、パン選手は大きな怪我ではないので動体させて、明日明後日には回復してくれると思います。それからバン選手は今日合流して状態を見たい、その2人ですねと答えていますね。さて、そんな西野監督に対するタイの反応、タイ人のコメントを見てまいりたいと思います。まず1人目ですね、そうです、頑張って、あなたを応援する時を待っていましたということで、まあ久しぶりと言いますかね、昨年12月CMs ですね、ベトナムとの試合に残念ながら引き分けてしまいました。結果決勝へは進めませんでしたけれども、まあそれからね、今年は頑張ろうということで待っていたわけですね。それから次のコメント、西野さんはタイサッカーを改革しに来てくれたと信じています、サッカーファンのみんな落ち着いていきましょうということで、まあね、あの頑張れ頑張れという声が当然上がるのはわかるんですけども、まあおそらくこの人はですね、それよりもサッカーをレベルをですね、タイのサッカーレベルを上げていこうということに重きを置いているコメントだと思いますね。はい、それから次のコメント、過去の話は忘れてください、前回の C ゲームズの結果のことも、監督は神様ではありません、その時いかにして勝てるか全力でチームを見ているのです、2、3ヶ月前のことよりも次を見ていきましょう。良いコーチとは結果で得た経験と知識からいかにチームを育ててくれるかですということですね。ですから、まあ先ほどね、質問にも飛んでいましたけれども、4年前のバーレーンのことはね、さすがにまあ西野監督も見てはいないですよね。まあそれを見たからといって、じゃあ次のですね、明日のですね、バーレーンとの試合にどのようにですね、活かせるかといったら、ちょっとね、逆に見誤りますよね。うん、ですからまあそういうことは忘れて、そしてさらにはですね、前回のですね、C ゲームズとの、結果もですね、残念でしたけれども、そういうことは忘れて、頑張りましょうということですね。はい、次のコメント、あ、これに対する返信ですね、その通りと言ってますね。はい、それから次のコメント、おじさんはタイのサッカーを変えてくれるはずですということですね。まあよくね、おじさんというふうにね、言葉が出てくるんですよね。ちょっとね、訳しづらいんでですね、私意味は分かってるんですけども、日本語で何て言ったらいいでしょうかね。例えばですね、首相、タイの首相なんかにもですね、このおじさんという言葉を使うんですよね。父という言葉とはちょっと違いますからね。父
となるとやっぱりですね、国王とかね、そういう人に当てて使う言葉ですけれども、そうではない時によくこの言葉が使われますよね、年配の方に対してね。はい、次のコメント、この人です。タイのサッカーを変えてくれるのは私は信じてます。もう少し時間をあげてくださいということで、この人もですね、とにかく結果だけを今だ今だと、求めるのではなくてですね、タイのですね、そのレベルアップを求めると、まあ、タイのサッカーファンにはですね、こういうコメントが結構多いんですよね。西野さんがせっかく来てくれたんだから、その時々のですね、試合結果で一喜一憂するのではなくですね、やっぱりじっくり時間をかけてレベルアップしてくれと、いうことですよね。はい、次のコメント、あ、西野監督がですね、その名前を挙げてた選手ですね、パン選手は使えると思うと言ってますね。それからもう一人、次はですね、バン選手はどうかなと言ってますけれども、はい、まあこの辺はね、私はちょっとよく詳しく分かりませんのでね、タイのサッカーファンたちの間でですね、ぜひ論議してほしいところですね。はい、それから次のコメント、僕は西野監督が好きです。タイサッカーの発展にどうかこれからもずっと力添えを。サッカーボールを私たちの心に打ち込んでほしいということですね。はい、次のコメント、これはバーレーンとの試合に向けての、コメントですね。勝ってくれたら嬉しい、もし負けても次につなげてほしいということです。はい、それから次のコメントですね、全力で頑張って、はい、そういうコメントもあります。また次のコメントですね、バーレーンのミドルから左右にスピードのある攻撃、守備陣は注意してと、こういうコメントですね。バーレーンというのはそういうチームなんでしょうか、速いんですかね。はい、これに対する返信ですね、ディフェンダーが西野監督に呼び集められて集中練習してますと言ってますね。はい、なんかですね、そういう、模様がですね、ビデオクリップで上げられてますね。ですからやっぱり西野監督もそういう部分では相当注意されてるんでしょうかね。はい、ということでですね、まあ、いよいよ2020年年が明けましてね、タイ代表初めての公式試合が始まります。AFC Under-23 選手権、タイ対バーレーンの試合は1月8日、タイ現地時刻のですね、20時15分、夜ですね、午後8時過ぎからですね、始まるということで、日本時間はですね、22時15分ということになりますね。バンコクのラジャマンガラスタジアムで行われます。またですね、試合の結果後の反響の様子なども、ぜひぜひお伝えしていきたいと思います。年明け最初のタイ公式試合、西野監督にはですね、ぜひぜひ勝ってほしいと思うところです。はい、それでは今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンもいただけたら大変嬉しいです。またツイッターやフェイスブックでも情報を発信しておりますので、ぜひご覧になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。